どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、砂塵の悪霊というモンスター、皆さんご存知でしょうか。砂塵の悪霊、新パックにて登場したシンプルなね、シンプルに強いモンスター、シンプルに強い、効果短いです。最近の遊戯王に一つ言えることを提唱したい。効果短ければ短いほど強い説最近さ、9期とか10期とかのさカードさ、もう効果読む気しねえもん。もう丸1、丸2、丸3、丸4、丸5、うるせえわ、黙ってろもう とにかくね短い方が強いんすよ、テキストっていうのは。もうなんかシンプルイズベスト。で、砂塵の悪霊はスピリットモンスターなんで、召喚リバースしたエンドフェーズに持ち主の時に戻るよっていう効果持ってるんだけども、召喚リバースした時、このカード以外のフィールド上の表側表示モンスターを全て破壊します。全てです。強いね。まあ要するに、まあ自分以外ブラックホールということですよ。まあブラックホールって言い方はおかしいか、裏側表示は無理だから、まあ表側だけはブラックホールみたいな感じですね。で、これを、まあ、要は活躍させていくにはどうしたらいいかっていう話なんですよね。新しいサンドラのおもちゃにするのが一番いいですね、こういうのは。まあアマテラス理論ですよ。要するに、1体のリリースを必要するモンスターって結構サンダードラゴンで出すとめっちゃ相性良くて、まあ、こいつが本当は光か闇だったらね、属性がめっちゃもっと強かったかなと思うんですけども、要はリリース際を確保しながら、アドバンテージを失わないっていうデッキに入れるのが一番良くて、まあ、やっぱサンダードラゴンが一番相性がいいかなと思って。で、これね、すげえ品島ってこっち、攻撃力2200と守備力1800だから合計すると4000なんですよ。だから魂のカードで、まあ、そもそもサーチできるんですけど、サンダードラゴンって魂のカードでこいつもサーチできるんですよ。すげえ相性良くて、まあ、これ3積みとかしてもいいかもしれないけど、ちょっと被っちゃうと弱いから、魂のところって一旦二度しか発動できないんで、まあだからまあ2枚ぐらいで別にいいんじゃないかなっていうふうには思ってます。まあそれ以外はほんとサンドラと同じ、今まで通りの。結構やっぱね、砂塵の悪霊はね楽しいね。他にもね、ミカドとかでも使えるんで、これ、このモンスター一応ホームとかと一緒だからさ、なんかその使い勝手は、だからまあ蘇るとかで毎ターン出すとかもできるしね。あとネフティスとかと組み合わせなんか毎ターン魔法トラップとモンスター破壊とかもできますよ、やろうと思えば。ちょっと俺デッキ作ってて、ね、これ弱ってなって挫折したわ、そのデッキは早速砂塵の悪霊のね強さをね皆さんにお見舞いしていきたいと思います。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、アメリカンバンダラミラーですね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。これちょっと若干弱いんだけども、地獄のように追え、地獄のように追えまあいいや、まだねこのアーティファクトがいてよかったと思いましょう。地獄門の契約書きた。 DD 結構強くないですか。なんか使って、まあいろいろちょっと今いろいろ型作ってて、ちょっと動画にはどっかでするんですけど、そのね根性型とかバランス型とか、まあ、援軍型とか、まあいろいろ作ってるんですけどね、結構なんか強そうだわ。なんかまあうまいこと組んだらいけるわ、まあ、一発やけどね。なんかなんだろうな、根性局所ヒーローみたいな感あるけどどっちにしてもなんかお猿ワンキルみたいな出た。やべえ強そう。これ死ぬ俺、これ死にます俺、これ6000で殴られて死ぬやつこれ、もしかして。ちょっとマジで6000だけほんまにきつい。ダルクはいい、大丈夫、ダルクは大丈夫、ダルク大丈夫、ハウリングいないければ大丈夫。あ、なるほど、そっちの方ね、そっちのやつで、墓地か手札から、素材を送ると DD のなんか出せるよみたいな、墓地からもいけるよみたいなカードですね。まあミラクルフュージョンみたいな感じですね、DD のマシン用の契約書自体は。さあ何を出してくるんでしょうか。まあハウリングはいねえってことやな。あ、墓地、あーってことはあれ2枚ともあれかな、あれかもしれんわ、魔法トラップ。あーなるほど、オッケー、了解した。ぶん殴られるのアーティファクトバージョン出していこう。こいつね、破壊されるとインチキなイカ様なドローがね入るんで、殴ってこない、オッケー、いいだろう。はい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 、なるほど、
なるほど、なるほどなるほど。これは一回レビオにやって様子見ましょうか。レビーで様子見て、で雷天竜サンダードラゴンの効果も発動するし、雷獣竜も発動していいね。これアドバンス召喚できるしね、素材にできるから。あー強いね。デモンズチェーンか、オッケー。デモンズチェーンオッケーで、雷獣で雷電の効果も発動してるから、雷鳥くらいか、雷鳥出して、雷鳥出して、で雷電効果、これさぶちかませばいいんだよね。多分ぶちかませばいいから、これじゃね、雷合流じゃね。これ俺このターン召喚剣まだ使ってないんですよね。それ全然いいや。ちょっといきます、いきます、ブラックホールいきますこれ強くね、これ強いんだけど、ブラックホールそれはいいや。で、あ、強い、なんだこれ、めっちゃ強いぞ、めちゃめちゃ強いわけ、このデッキ。はい、はい、どんだけ手数多い。ライチョリはいいや。強っ、サジン強すぎ問題。さあ、お相手の方、いただきに立つ男。ヌエルスタンバイ。あー、強い。もう強いもん、これ。あ、正眼オッケー。いや、結構、サジンの悪霊とね、黄金室のコンボ強いんだわ。サジンの悪霊と黄金室のコンボ結構強い。サジンで雷獣除外して、雷電出して、でライデンリリースしてサジン出すっていうコンボ、これ結構強いんだよこれ。オッケー、精霊竜、オッケー、精霊竜は了解、了承、精霊竜は了承したわ。精霊竜、銀竜にいつなるかって話ですね。あとは銀竜にいつなるのかっていう話があって、ちょっと銀竜になると効果で破壊されないよっていう効果を持ってるんで、やつは。あー、なるほど。ちょ、一回これ打って甘えてたら分からせるか。ちょ、雷封印の黄金石打って、で雷獣しようバレるな、俺の作戦、俺の作戦よ、バレるな。まだでもさ、レビオニア出てこないから、ここでさすがにまだ銀竜なんないでしょ。まだ墓地効果あるかもしんないもんね、言うて。これは雷電持ってきて、バレるな。いや、わかんねえだろ、これ、この段階だったら。この段階だったらわかんないでしょ、さすがに。嘘、わかるの、それは遊戯王が、エンシェントフェアリー、クソどうでもいいモンスター来た。わからせるわ。なんかクソどうでもいいモンスター、謎のプリング。はい、写真の苦労効果。はい、雷電流効果。はい、ドーン。はい、ドーン。はい、ブラックホールドーン。オッケー、これでいいや。強すぎ、笑った。ドラゴン珍しい戦列の効果を発動。こっちでいいか。グローアップバルブを墓地に、グローアップバルブでいいか。で、レビアオニアさんを手札に加え、そして、トリッピーの効果を発動。除外ゾーンから雷獣竜サンダードラゴンも特殊召喚強い、グローアップバルブの効果おい、サジン強すぎだろこれ。さあ、お相手の方、海馬社長、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。デュエル、これは雷獣竜除外して、で雷電竜、雷獣除外雷電、雷電リリース雷電かな、雷電リリース雷電取りで、取り持ってきて雷獣蘇生、蘇生とかも帰還で、雷獣効果帰還させていく。まあ、これでは死ぬことはねえだろ。はい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 、オッケー、はい、オッケー、出しろ。
このサンダードラゴンっていうね、このやっぱりこの耐久力があるのいいですよね。これワンキル環境で新テリトリー強い。このワンキル環境でやっぱりね、こういうなんかこう耐久力があって、やっぱりそのある程度こう相手いなせるっていうか、こういうデッキやっぱいいですよね。あ、やばい、ヒートハート。あ、え？え？え？